勝負あったな、小僧。そう、次は絶対に負けないからな。本当に勝つからな。戦士の民でもないというのに、あの不屈の精神、決して諦めない根性、大したやつだ。くそ、あのバカ力の戦士の民め、もっともっと力をつけなきゃ。よし、実に素晴らしい演奏だった。さすが弓使いの民の未来を担う子供たちだ。矢を射る時もその集中力を忘れないでほしい。いい、ハープ君、君の指揮も見事だったよ。お褒めの言葉、光栄です、バロー様。この島で一番強く気高く優れているのは、セロンヘネシスに住む弓使いの民、私たちだ。私たちに比べれば、戦士の民も魔法使いの民も盗賊の民も、取るに足らぬ雑音に過ぎない。わかるかね。しかし一番ひどいのは人間だ。その昔、人間は世界中を破壊した恐るべき悪魔なのだ。バロー様、質問があります。何かね、ビート君。世界中が破壊される前は、どの民も何の争いもなく一つにまとまっていたとおじい様が言っていました。本当ですか？うん、その通り。世界樹は我々のふるさと、ビクトリアアイランドにあった。その名の通り、世界の平和と秩序を守っている木だった。しかし、世界樹がなくなって以来、すべての民の生活が変わってしまった。だが、安心してほしい。私たち弓使いの民が世界樹の種を手にし、奇跡の力を得たとき、この島は再び一つにまとまり、生きとし生けるすべてのものに幸せが約束されるのだ。いい、バロー、俺を弟子にしてくれ。ん、不死身のアルイ、ガングリアのアルだ。負けず嫌いのアルだ。やれやれ、アルくんか。俺の腕を見せてやる。あれ、その程度の腕では弟子入りを認めるわけにはいかないが、君のガッツは生徒たちの模範になる。ん？さあ皆さん、アルに負けないように一生懸命練習に励みましょう。いい。あ、我々弓使いの民は音楽をこよなく愛する平和の一族。しかし、一旦ことあらば正しき道を示す共同の行いと課す。皆の者、さあ。え、嘘。あったり。はい、次は三拍子よ。チャ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 。絶対に諦めない。あったり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 。そう、それだ。踏んでも踏んでも起き上がってくる雑草のようなしぶとさ、評価に値するよ、アル君。まだまだ修行が足りない。モンスターの変装ももっと強そうなのに。変えるか。ある？ある？ ん？泥
泥だらけじゃない。ああ、まさか村に行ってんじゃないでしょうね。違うって、森の中を探検してただけだよ。いいいい、アル、モンスターたちは人間を目の敵にしているのよ。もし見つかったら何をされるかわからないわ。だから絶対にモンスターと関わり合ってはいけないの。わかってるって母さん、心配しすぎだよ。そう、それならいいけど。うめえ、母さんの料理最高。んアルがね、だんだんグランテに似てきたなって思って。え、ほんと？父さんに？ねえ、父さんってどんなだったの？強かったわ、誰よりも。すげえ。ねえ母さん、父さんいつ帰ってくるのかな？お父さんは悪しき者たちを追って長い旅を続けているの。でもきっと近いうちに帰ってくるわ。悪い奴を倒して必ず帰ってくる。うん、うん。メイプルストーリー、メイプルストーリー。今日中にとびきり綺麗な石を見つけなきゃ。あは、あった。今まで見た中で一番綺麗な石。おい、なんだそれ。なんでもないよ。え、光る小さな石、なんだそりゃ。ああ、大島湾みたいに光ってたぜ。何、星屑のかけら、空から降ってきたのか。流れ星の一部かもしれないって話だぜ。なんでも願いの叶う伝説のアイテム、本当か。うん、世界中で一つしかないらしいぜ。何、世界中。まさかそれは世界中の種。渡してもらおうか、世界中の種を。お前が拾った光る石を渡せばいいのだ。これは渡せない。ならば仕方ない、力ずくで奪うまでだ。世界中の種を渡せ。そんなの知らないよ。ある、ヒノ、どうしたんだよ。ドキ、いくらお前でも邪魔立てするなら容赦はしないぞ。弱い者いじめは許さない。お前には関係ないことだ。全員かかれ。